動画の視聴ありがとうございます。ここでは私が担当するパーフトローラー講座期日編、どういうことをやるのか、どういった教材かをご紹介しようと思います。まずこちらに載っているのが不動産登記法の教材になります。作りは左側と右側のページに分かれています。左側のページは証文、そしてそれに対する申請書、右のページはこの申請に関する実態法もしくは手続き法の論点、それが入っていると。証文があって、証文があって、そしてその後に論点が入っている。証文、論点、こちらの方証文があって論点が入っているという形式になっています。ところどころ証文が多く続くことがあります。講義ではじゃあこの証文解いてみて、もしくはこの証文の申請人を考え書いてみてという形でピンポイントで説明をして、ピンポイントでやってもらいます。でその上でこちらの方画面等を使いながら、ここがポイントだよね、こういうとこ見るんだよといった形で実態法、手続きの力を確認していく。また場合によっては択一論点等も表などを使って拾っていくということをしていきます。はい。で特に力を入れようと思っているのが3点あります。1つ目は相続です。期日式で思いっきり点が割れるとしたら3つ、相続、名変、一括申請です。講義回数の中、この3つは多くの時間を取ろうと考えています。今画面に出しているのは相続関係のものです。またこちらの方は名変関係です。名変関係はいろんな雛形のご紹介だけなく、名変を見つけたらどういう行動を取るべきか、そして名変のついてのいろんな省略などの論点、そして証文形式のいろんな問題を通じ、いろんな名変に対応する力をつけていきます。またこのページは一括申請の判断です。一括申請できるかできないかで枠ずれというのが起きる。ここでもいろんな一括申請の論点を出しながら一括申請に慣れていく。あ、これは別々だ、これは一緒だ、そういった、まあ、ある意味嗅覚を養っていく、それを行おうと考えています。次は商業登記法です。商業登記法の作り、これは添付書類、申請書、そしてここ登記ごとに検討しなければいけない事項一覧、それが入っております。その上で各登記ごとの論点、各登記ごとの論点を入れています。でこの登記ごとの論点は文章にしてもなかなかアウトプットしづらいので、アウトプットしやすいような Q&A 形式の作りにしています。講義自体はこれをまんべんなく上から読むのではなく、やはり証文形式のもの、証文を解いた上でじゃあこれについて無償割当て見ていこうかと。無償割当てって手続きはこれとこれだよね、で申請者はこんな感じだよね、検討することはこういうことだったけど、じゃあ先ほどの証文でも見てみましょうかという感じで、証文に合わせながらこの内容を説明していくということをしていきます。また特に力を入れようと思っているのは企業再編です。企業再編については新設合併以外については合併契約書に基づいたいろんな申請書パターンを見ていくつもりです。本試験では企業再編は頻繁に出ます。その時添付書類、登記事項、できるだけミスを少なくすべきです。小さい形の問題を繰り返すことによってそのミスを防いでいきましょう。もちろんこの企業再編についてもこのページの後の方には実態法、手続き法の論点が記載されています。このパーフトローラー講座の方では大きな問題1問を一緒に解きながら説明するというスタンスは取っておりません。
小さい証文を、それをモチーフに実逮捕手続き法の力をつけていく。やっぱりなんだかんだ最後の最後って実逮捕手続き法の力で決まっちゃうんですよ。解き方云々を超えて、やはり大きく言えばその土台の力で決まってしまうんです。その土台の力を証文をつけて使ってつけていく、これはパーフェクトロイヤー講座キー性の特徴だと思ってください。こちらの動画の方は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。